皆さんこんにちは、ジェーンです。今日は制約の道について教えてくれる道を探索します。制約は天のお父様と交わす約束で、制約の道は私たちを身元に導いてくれます。一緒に学びませんか？どこから行けばいいのかな。きっとこっちだと思う。水？なんで道が水に続いていたのかな。どうぞ。やあ皆さん、アンソニーです。こちらはアリス。ようこそ。今日は制約と約束について話します。最初の制約はいつ交わすか知っていますか？知ってる。バプテスマを受けるときです。正解。バプテスマは制約を伴う儀式で、儀式は神権の権能によってバプテスマを受けることです。神に仕え、神の戒めを守るという約束が制約です。なるほど。バプテスマを受けるとき、それが儀式で、イエス様に従うという約束が制約ね。イエス様は私たちが従うべき完全な模範です。イエス様に従うのが上手くなる一番の方法は毎日の練習だね。バプテスマについてもっと知りたいですか？バプテスマをもうすぐ受けるソフィアの話を見てみましょう。目的地に向かって、それ。はい、到着。ねえエヴァ、見て。わーい。今のわざとね。すごいね。すごいでしょ。あ、思い出した。3日後か4日後、多分3日後にバプテスマを受けるんだ。来たい？バプテスマ？何それ。あのね、素敵なドレスを着て教会に行って、家族が集まってるところに行って、水に入るの。お父さんもね。そして水に入るの。それから精霊。え、すごいでしょ。で、それなんでするの？もう8歳だから。ちょっとよくわかんない。うまく説明できたと思ったんだけど、なんかごめん。ちょっと、もう行くね。またね、ソフィア。あら、早かったね。イジ、バプテスマ受けた時、友達できた？うん、なんで？エヴァを誘ったんだけど、なんでって聞かれて、うまく答えられなかったの。何言っていいかわからなくなったんでしょ？わかるわかる。そうね、バプテスマっていうのは、進んでイエス様に従うことを天のお父様に示す方法。うん、すっごく楽しみだもん。その時に約束をするんだけど、それが制約って言われてるの。うん、約束はいつもしてるよ。今日も学校で約束した。休み時間の後で持って帰ってきてくださいね。約束します。でも制約はちょっと違うの。二人の人がそれぞれに約束をする、両方の約束なの。昨日のみたいに。ママ。なに？デザート食べてもいい？スープを食べたらね。約束？スープを全部食べてお皿を流しに入れたらね。わかった。チョコレートケーキのためなら。そうね、でももっとあるの。天のお父様が条件を決めるの。ルールのようなものね。神に仕え、戒めを守ることを約束すれば、御霊を与えて祝福してくださるの。天のお父様の言うことは何でもする。そうすれば聖霊を与えてくれるの。その通り。すごい、私より上手な説明じゃない。
おはよう、ソフィア。ねえ、あと2日あれ ?3日だったかな。多分あと2日でバプテスマを受けるんだ。来れる？まだそれ何のことかよくわからないんだけどね。ああ、神様と誓約を結ぶの。それは約束で、私が天のお父様に従えば祝福をくださるの。祝福のためなの？そう、一緒にいてくださるという約束で、イエス様だってやったことなの。私もイエス様みたいになりたいの。だから来る？いいよ、ママに聞いてみる。その後でうちでおやつも食べられるかも。でもおやつのことは内緒ね。いいね。してるって教えてくれたのが分かったんだ。来てくれてありがとう。その服かわいい。うん、エヴァのも素敵。ありがとう。ほら見て。おはよう、アシュリー。こっちはお友達のエヴァ。エヴァ、お友達のアシュリーだよ。アシュリーもすごく面白いの。ソフィアが友達のエヴァを誘うことができて本当に良かったですね。私もバプテスマを受けるのが楽しみ。イエス様のバプテスマについてのプライマリーの歌が大好きです。一緒に歌いましょう。謎が解けました。水はバプテスマの象徴です。誓約の道の最初のステップはイエス様のようにバプテスマを受けることです。私に従いなさいと言われた時はイエス様のように行動します。私たちはバプテスマを受け、進んで主の御名を受け、いつも主を覚え、主の戒めを守ることを約束することで主に従うことができます。キャンプファイヤー、重要そうだな。水と火。水がバプテスマ、火は何だろう。聖句が役立つかも。水によってバプテスマを受けなさい。そうすれば
その後、火と聖霊によるバプテスマが来る。バプテスマの後、私たちは聖霊の賜物を受けます。それは悔い改める時に道を照らし清める火のようなものです。のせいかな、道がずっと明るくなった気がします。どこに続いているのか楽しみです。聖霊は霊であり神界の一員です。聖霊は私たちにイエス様が愛しておられイエス様に従うべきだとバプテスマを受ける前に伝えられます。バプテスマを受けた後、私たちは町実聖徒イエスキリスト教会の会員として確認され聖霊の賜物を受けます。それは聖霊がずっと一緒にいてくださるということです。でもどうすれば聖霊が一緒にいるってわかるの？こんにちは。中央諸島教会会長のジョンソン会長だ。ジョンソン会長、こんにちは。一緒に過ごせて嬉しいわ。ところで、いい質問でしたね。聖霊は私たちを導き、大変な時は慰め、間違いを正してくれて、安全に過ごせるよう助けてくださいます。聖霊って本当に喋るの？聞いたことはない気がします。時々聖霊は静かな声で話されます。アイデアが浮かぶというシンプルなことかもしれません。大体は幸せな気持ちや平安な気持ちです。聖霊は平安な気持ちを与えることで真実や正しいことを知らせて、時には不安や気をつけた方がいいという気持ちで警告してくださいます。私たちが安全でいられるように行動を促してくださるんです。聖霊を感じてその声を聞く助けになりました。聖霊との経験を楽しく分かち合う方法をもう一人の特別なゲストが工作室で教えてくれます。じゃあまたね。さようなら。さようなら。やあ、アンソニーとアリス、こんにちは。僕はベンで、絵で物語を伝えるのが大好きなんだ。今日は聖霊を感じた時のことを書き込める日記を作ります。やってみる？はい。よし。必要なのは紙と絵を描く道具だけ。どんなサイズの紙でもいいです。まずは紙を取ってこんな感じで半分に折ります。簡単。次は何ですか？鉛筆やクレヨンやペン、描けるものを使って表紙を飾ります。私は夕焼けを描くね。夕焼けの暖かい色は精霊を思い起こさせてくれます。まずは水を描きます。下の端から見て真ん中を横切る線を引いて、他にも線を引いて反射しているのを描きます。波も必要ですね。次に雲を描きます。夕暮れ時の雲はオレンジやピンクです。雲の下は平らなので、下には2本の線を引いて上をこうします。次に太陽を描きます。黄色やオレンジがいいですね。夕暮れ時に太陽がオレンジになることがあります。私は黄色を使いますね。このような半円を描いて色を塗りましょう。太陽の光も必要です。上に1本、横に2本の線を引いて太陽の光ができます。ここで間の真ん中の方から残りの太陽の光を描いていきます。もう一度間から残りの光を描いていきます。もう少しです。鳥を足してみましょう。2つの半円をつなげると鳥ができます。
これらは羽です。好きなだけ描いてください。では絵を見てみましょう。素晴らしいですね。とても上手です。ありがとう。精霊を感じた時のことを日記に記録するために他にはどんなことが描けるかな。僕は伝記を描きます。精霊は真実を知る助けとなる光のようなものだからです。私はハートにスマイルを描きます。精霊で笑顔になれます。素晴らしいアイデアだね。二人が絵を描いている間、私は日記を描きます。よし、では絵を見せて。素晴らしいね。アリスもアンソニーもよくできました。精霊についての話をここに書き終えたら友達や家族と分かち合いたいです。みんなも精霊を感じた時のことを思い出せるかも。僕もありがとうございました。こちらこそありがとう。楽しい活動でしたね。みんなは精霊について誰に話せますか？世界中の子供たちが作ったものを見てみましょう。近況報告です。ここまでつまずいたり曲がるところを間違えたり丸太につまずいたりしましたが、正しい道に戻れました。ですが少し疲れてきてました。あ、見て、ライト姉妹。中央初等教会会長のライト姉妹です。何してるんですか？こんにちは。私も制約の道について学んでいるの。ありがとう。喉がガラガラで。よかった、来てくれて。子供のガイドブックを見て聖文を読んでいたの。救い主が話しているこの聖句に出会ったの。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。何か思い当たることは？毎週教会で聖餐を取ることを思い出しました。私もそう。どういう意味だと思う？体が食べ物から力を得るように、私たちもイエス様から力を得るということだと思います。本当にそう。聖餐はイエス・キリストについて考え、バプテスマの時に交わした約束を新たにする機会をくれるの。パンはキリストの体を、水はキリストの血を象徴し、聖餐を取ることで私たちのために亡くなられた救い主の犠牲を受け入れていることを示すの。それを忘れないように、聖餐の祈りの言葉をもっと注意深く聞くようにします。じゃあ次に進みます。次は何かな？食べ物。ライト姉妹ありがとう。ありがとう。楽しんでね。時々イエス様のようになるという約束を守ることや戒めに従うことを忘れちゃいます。いつも親切で正直なわけではないし、怒ったり自分勝手なこともあります。忘れてしまうこともありますが、諦めないで。イエス様に従うには日々の練習が必要です。ゲームやスポーツ、ピアノ、新しいことは何でも練習が必要ですよね。誰かピアノって言いましたか？ポーター姉妹、中央初等教会会長会のポーター姉妹です。こっちですよ。ポーター姉妹、こんにちは。こんにちは。初めてピアノを習い始めた時、簡単な曲しか弾けずたくさん間違えたわ。でも
私の両親と先生のおかげで学び続け、練習しました。学んできたものをお見せしてもいい？はい。OK。この曲を知ってるかな？バプテスマを受けて天のお父様の戒めに従うと約束しても間違うことはあるし、完全にはなれないわ。でも天のお父様に祈って許してくださるよう、変わるのを助けてくださるようお願いすることができるの。ピアノを練習するのと同じように制約を守る練習が必要なのね。毎週聖餐を取り、悔い改め、バプテスマの制約を再び交わすことが大切よ。そうすることで聖霊を受け続けてイエス様のようになることができるわ。イエス様に従ってどういうことなの？うまくできているかどうやってわかるの？聖文はイエス様について書いているわ。イエス様は天のお父様と私たち一人一人を愛しておられるの。戒めに従い、優しくて忍耐強くて助けてくださるのよ。バプテスマは同じようにするという約束よ。大好きな初等教会の歌、主は御子を遣わしですね。それ知ってるわ。愛と優しさを教えるため島、ありがとう。お話できて楽しかったわ。制約の道は一人ではないことを忘れないで。わかりました。それではさようなら。今日お父様の身元に戻る制約の道の大切な3つのステップを学びました。1番目にバプテスマを受け、毎週聖餐を取ることができます。2番目に聖霊を受け、その声を聞くことができます。3番目に毎週聖餐を受け、悔い改め、バプテスマの制約を新たにし、聖霊の賜物を受け続けることができます。皆さん、今日は素晴らしいことを学びましたね。天のお父様と交わす制約と約束は、皆さんと皆さんの家族や友人を祝福します。天のお父様は皆さんを愛しておられることを知ってほしいです。特別な目的で皆さんを地上に送られました。イエス・キリストの模範に従うとき、たとえ難しいときでも祝福されて制約の道にとどまる強さを得られるでしょう。
誓約を交わしイエス・キリストに従うとき、人々を愛し仕えて天のお父様から愛されていることを思い出してもらうことができます。メッセージをありがとうございます。来てくれてありがとうございます。一緒にお話できて楽しかったわ。またね。さようなら。誓約の道の約束と祝福について一緒に学んでくださりありがとうございます。洗礼についての経験を日記に書いて他の人と分かち合うのも忘れないでくださいね。またね。この道と同じで誓約の道にとどまるには努力が必要。わあ、でも苦労の甲斐があります。本当に綺麗。次に何があるか楽しみですね。